鈴木敏夫は、日本の映画プロデューサー、編集者。株式会社スタジオジブリ代表取締役、公益財団法人徳間記念アニメーション文化、財団副理事長。株式会社、徳間書店取締役、株式会社、徳間書店、スタジオジブリカンパニープレジデント、株式会社、徳間書店、スタジオジブリ事業本部本部長。 東京大学大学院情報学監督人教授、株式会社スタジオジブリ、代表取締役社長などを歴任した。1948年、愛知県名古屋市にて生まれる。名古屋市立近所小学校卒業後、市立東海高校を経て、慶応義塾大学文学部卒業。大学在学中は、多くのアルバイトを経験した。慶大卒業後の1972年、 徳間書店入社、週刊朝日芸能企画部へ配属される。1973年、成人向け劇画雑誌、コミックコミック編集部を経て、同年黒崎出版より刊行されていた、児童向けテレビ番組雑誌、テレビランドが、オイルショックの煽りを受けて、徳間書店へ売却され、編集スタッフ元移ったのを機に自ら希望して、 テレビランド担当の児童少年編集部へ移動。1978年、同編集部より、アニメ雑誌、アニメージュが、創刊、発行される。80から81年、富野義行の連載、イデオンライナーノートの担当編集者、イデオン特集も手掛けた。1981年には、宮崎駿を初特集する。 宮崎とは共同で戦国魔女と題した映画を企画し、徳間書店社長、徳間康義に提出した。結果は不採用であったが、1982年に宮崎執筆の漫画、風の谷のナウシカ連載開始に尽力する。後に同作の映画化が決定すると、宮崎の意を受け、プロデューサーを引き受ける、よう、高畑勲を説得し、以降は、 高畑と共に、風の谷のナウシカの制作を支えた。その後、アニメージュ初代編集長の小形秀夫が、児童少年編集部全体の統括を担うと、実質的にアニメージュの編集実務を担当し、後に、小形の公認として、正式に二代目編集長に就任した。風の谷のナウシカ映画化後は、特馬書店側の制作委員も務めた。 1989年10月に、スタジオジブリへ移籍して、以降は、同スタジオ全作品の映画プロデューサーを務めている。移籍した当時、天空の城ラピュタ、隣のトトロ、ホタルの墓等の工業成績は振るわず、魔女の宅急便が最後だと言われる状況であった。そこで、日本テレビと提携することで、魔女の宅急便をヒットさせ、 後のスタジオジブリ作品の工業的成功とブランド確立につなげたメイキングビデオもののけ姫はこうして生まれた。では爆発的なヒットを仕掛けた宣伝プロデューサーとしての一面が収められている。しかし、ホワホケキョ隣の山田くんやイノセンスでは工業目標がクリアされなかった。1997年スタジオジブリが 徳馬書店に吸収合併され、社内カンパニーとして発足した、スタジオジブリカンパニーのプレジデントに就任した。1999年、同書店が事業本部制を導入し、スタジオジブリ事業本部が設立されると本部長に就任した。2005年、スタジオジブリが徳馬書店から再独立した際には、代表取締役社長に就任した。 2008年2月1日付で、スタジオジブリ代表取締役社長を退任し、以降は代表取締役を務めている。イノセンスで共同プロデューサーをした、もう一人のプロデューサー石川光久に、ジブリの社長をやってくれないかと打診していたが、断られている。2016年に、初の公開指定対談を行う。対談相手は、鈴木の下で仕事を学んだ、石井智彦。 本業以外に耳を澄ませばもののけ姫に早くで出演している。ハウルの動く城では宮崎監督に代わり公式ポスターの原画をゲド戦記では大事を担当している。押井守監督作品の実写映画では短編キラ,キラーズ・キラーズで悪徳アニメプロデューサー役2006年公開の立ち食いし列伝では立ち食いし役の一人。 ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー隊のエピソード6では、熱風車映像プロデューサーとして出演している。また、DVD のんちゃんグモに乗るの中で、大橋のぞみにつく二枚目風運転手役で、出演しその横顔を決めている。2004年には、東京大学大学院の情報学館にて、特任教授に就任し、コンテンツ創造プログラムなどを講じた。ありがとうございます。